皆さんこんにちは。今週も始まりましたワクワクキッズ、七田チャイルドアカデミーでおなじみの七田光です。この番組では光先生と呼んでください。さて今週のテーマは素直な気持ちで人に接するということです。素直な心というのは、邪心のない心とでも言いますか、何か人に、された時に、あまり良くない結果が待っていたとします。そうした時にもしかしたらわざと私を困らせようとしてこの人はそういうふうにしたんじゃないかなというふうに思う心、邪推と言いますけれども、それはですね、本来、性善説性悪説というような言葉がありますが、性悪説の立場に立ってですね、人というのは、用心ならないと、そういうふうに何を仕掛けてくるかわからないから気をつけよう、そういう考え方もなきにしもあらずですけれども、私はやはり小さなお子さんは、性善説に立って、子育てをしてあげるべきだと思っています。そしてその、目がキラキラしてね、疑いのない心、それだけでもちょっと生きていくのは生き抜くのは難しいかもしれませんが、せめてですね、幼児期あるいは小学校の時には、そういう気持ちを育ててあげていただきたいと思うんですね。その良さが一つありまして、そういう素直な心を持った人はですね、何かアクシデントが起こった時に人のせいにしないんですね。これはきっと何か自分がここから学ばなきゃいけないんだなっていうふうに考えて、自己責任で、じゃあそうならないようにどうしたらいいだろう、それを考えるので成長するんです。これを人のせいにしているとですね、成長はありません。これはあの人が悪い、これは何が悪い、人のせいにするわけだから自分は何も変えようとしない、そこにはやはり成長っていうのはないんですね。今日はですね、この素直な気持ちで人に接するということの大切さをお伝えする本を読みますけれども、まさにこの素直であるということは、子どもあるいは人間の成長のキーワードだと思います。ぜひ、素直な気持ちで聞いていただきたいと思います。キッズのためのタレント養成所、シャララキッズアカデミー。シャララ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャララキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャララキッズアカデミー。小さな妖精のピュールは隣に住んでいるムチャチャととても仲良しで、いつもムチャチャの後についていきます。ムチャチャはそんなピュールにいいところを見せたいといつも思っています。ある日ムチャチャがピュールに言いました。知ってるか、マース山の森の中にある洞窟の奥には果物がいっぱいあるんだぞ。ピュールは目を大きくして聞きました。へえ、ムチャチャは行ったことがあるの？もちろんさ。でも森を越えて行かないといけないんだ。へえ、行ってみたいな。いつか連れて行ってね。お安い御用だ。よし、じゃあ今から行ってみるか。早速二人はマース山へと出発しました。実はムチャチャはその洞窟へ自分一人で行ったわけではありませんでした。ムチャチャもまだ子供なのであまり高くは飛べません。だからお父さんとお母さんに抱きかかえられて森をひとっ飛びに越えていったのです。でもムチャチャはそのことは言いませんでした。
だってピュールにはいいところを見せたいと思っているのですから。ここをヒュイヒュイっと抜けていったらピュールのやつ、オイラのことかっこいいってきっと言うぞ。ジャチャは一生懸命木と木の間をすり抜けていきます。その後からピュールがついていきます。そしてやっと洞窟の入り口が見えてきました。ムチャチャがほっとしたその時です。ガサガサガサ、ボテ、木のつるに足が引っかかってムチャチャは地面に叩きつけられました。くそー、悔しがるムチャチャのそばにピュールが降りてきました。大丈夫ムチャチャ。ふん、あんなところにつるが垂れているのがいけないんだよ。そうだね。それにしてもムチャチャ飛ぶのがすごく上手だね。かっこよかった。ピュールがニコニコしながら言うのでムチャチャは少し機嫌が良くなりました。ふん、まあいいさ、行こうか。わーすごい、綺麗だね。天井から差し込むお日様の光が洞窟の入り口をキラキラと照らしています。これくらいどうってことないさ。おいらもっと綺麗なところも知ってるんだぜ。またいつか連れて行ってやるよ。ムチャチャは本当はそんなところは知らないのに、ピュールが嬉しそうな顔をするのでついそんなことを言ってしまったのです。本当？やったー。さあ中に入ろうぜ。あれあれあれ、ムチャチャが前に来た時には果物がどっさり山のようにあったのに、もうほとんど残っていないばかりか悪くなり始めています。どうやらこの洞窟に来て果物を持って帰った人が他にもたくさんいるようです。ムチャチャは慌ててあれこれ手に取ってみました。これもこれもダメか。ピュールにすごいって思わせたかったのに、かっこいいって思わせたかったのに、おいしい果物をたくさん食べさせてあげたかったのに。ムチャチャは悔しいやら悲しいやらで泣きそうになりました。すっかりしょげているムチャチャにピュールが言いました。連れてきてくれてありがとうムチャチャ。こことっても綺麗だね。神様のお庭みたい。今日は果物はなかったけど、また今度来てみようよ。ムチャチャが見上げたピュールの顔は目がキラキラして本当に嬉しそうです。その顔を見ていたらムチャチャも気分が晴れてきました。うん、そうだな、また来て、今度こそ果物いっぱい持って帰ろうな。ムチャチャはピュールと一緒にここへ来てよかったと思いました。おしまい。みんなで勉強。はい、のりのり先生です。みの先生だよ。チーム元気っすです。さあ、みの先生、今日はどんな遊びを紹介してくれるのかな。今日はなんとこんな道具が登場します。えい、道具よっ、あらナイスパス。今日はボールを使ったボール遊びをボール遊びやりたいと思います。いいねー。のりのり先生はボール好きかな、うん、ボール友達。ボール友達、なんでそんな喋り方ね。テレビの前のお友達も今日はボールを使います。ちょっとね、周り少し気をつけながら遊んでみてください。はい、気をつけてください ね。割れたりしたら危ないものはちょっとどけといてね。じゃあ最初はこのボールを床に、うん、ボンってついてキャッチできるかな。ボン、そう、ね、じゃあテレビの前のみんなの準備はいいかな。いいかな。じゃあ行くよ、せーの、よいしょよいしょ、はい、ね、できるお友達は手でキャッチして、ちょっと難しいなと思うお友達はのりの先生みたいにこうやって体でね、脇をギュッと締めるとキャッチ、ボールが取りやすくなりますね、うん、ちょっといけそうなお友達はさっきよりも強くボンついてみようか。ボーンとね、うん、じゃあ行くよ。じゃあさっきもちょっとだけ高いところに構えて、よしよしよし、行くよ、せーの、よいしょ、おい、よっしゃ。
さあ、まあ、ここまでは結構簡単かな、うんうん、じゃあ次は下じゃなくて今度は上に上げてキャッチ、上に投げてキャッチね、そう上に投げてそうキャッチしてみようね、そうボールを取るときもさっきみたいに脇をギュッと締めて取ってみてください、よし行くよ、準備はいいかな、行くよ、よし行くぞ、せーの、はっ、よいしょよいしょ、ナイスキャッチ、いけた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 、さあいけたかな、じゃあちょっともう少し難しくしたいと思います、難しくなるよ、うん、今度はボールを上に上げたときに手を、うんうん、上げて手を叩いてキャッチしてみてください、よしやってみようかな、ね、難しいお友達は下についてキャッチ、これでも大丈夫です、選んでください、ね、できそうやね、うん、さあいくよ、せーの、はい、よいしょ、おーしよ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 し、いけたかな、いけた、ね、結構手叩きながらボールキャッチするのって難しいと、ね、思います、ただじゃあいけそうなお友達、難しいお友達もいると思うけど、うん、もう一回さっきよりももう少し高く上げていけそうだったら手も多く叩いてみてください、 OK、 さあいくよ、せーの、よいしょ、よっしゃー、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ、イエーイ、さあテレビの前のみんなもいけたかな、いけたかな、ね、じゃあ今度はボールを上に上げたら、うん、回ります、回る、ちょっと一回水戸先生が手本見せるからテレビの前のみんなもよく見といてね、どうやって回るのかね、今度はボールを上に投げたらくるんって回って、待って、キャッチ、くるっとね、そう、これはなかなか難しそうだね、ね、ボール取るときにね、ボールがどこにあるかもちょっと確認しながら取らないといけないからちょっと難しいです、うん、さあできなくても大丈夫、みんな一緒にやってみよう、よしやってみよう、じゃあ準備はいいかな、はい、いくよ、せーの、よいしょ、おっとっとっと、よっしゃー、いけた、なんとか、ね、難しいお友達はね、トントントン、ね、バウンドたくさんついてもいいから、よいしょ、 OK、 ね、できるだけ早く取れるようにやってみてください、じゃあさっきと反対方向に今度は回って、さっきと違う方向ね、そう、さっきと違う方向に回ってもう一回ボールを取ってみようか、キャッチね、よし、できるかな、さあ、いくよ、準備がな、せーの、よいしょ、はっ、 OK、 OK、 さあ、のり先生どうやった、うん、やっぱり反対に回るとちょっと難しいね、あー、ね、あの回りやすい方ってあるもんね、みんなね、ね、やっぱり得意不得意あるからね、うんうん、回りにくかった方はまたね、ちょっとこれからも練習してみてください、では、最後に、最後に回りながら手を叩いてキャッチ、全部合わさってる、多いね回りながら、そう、回りながら手を叩いて、手を叩きながらキャッチ前投げながら、そう、投げながら、回りながら、手を叩いてキャッチ、いけるかな、ね、やること多いけど、ちょっと一回、これが一番難しいかもしれない、はい、やってみようか、それで、せーの、はい、よいしょー、なるほど、ほっ、オッケー、ほっ、オッケー、いけたいけたいけた、ね、こうやってボール遊びもいろんなバリエーションが増えます、うん、このまた詳しい解説は、はい、ね、また水戸先生が解説するからよく聞いといてね、じゃあ他のお友達はまたこの後水戸先生、のりのり先生と一緒に遊びましょう、はい、今日の遊びはボールを使ったボール遊びでした、ね、こういうボールは子供にとって大好きな道具の一つです、こういうボールみたいな丸いものは子供にとって安心感を与えます、で今日も上に投げたり上に投げて手を叩いたり最後は上に投げて回ってキャッチ、少し難しい動きもあったと思います、ただ小さなお友達はキャッチよりも上に高く投げる動作がすごく楽しいなという感情を示します、で、この今回のボール、こういったボール遊びを行うと、例えば高く投げようとするときに、ね、皆さんの膝、どうなりますか、ね、高く上に上げようと思うと、自然と膝がぐっと深く曲がります。そして、そのまま高く、よいしょーって上げるときに、ね、上の上半身の腕もぐっと伸びます。つまり、
小さいね範囲の中で実は全身運動につながっています。でさらに今日行った投げて回ってキャッチ、これは体の軸をしっかり養う遊びにもつながっています。最近ねこういう小さい頃にボールを触れ合う経験が少ないと、じゃあいざ大きくなった時にこのボールを使ってドッジボールしようやとかね、バスケットしようやっていう時にそのボールが怖くて、ちょっと私やめとく、僕、いいっていう子供が増えてきています。小さい頃に遊ぶことでボールと触れ合うことというのは実はその後のスポーツにとってもすごく大事なつながりになっています。で特に幼稚園児のお友達なんかはね、このキャッチするのはすごく難しかったと思います。ただそれは発達上当然のことです。小学生になった時に投げてこうやって手でキャッチができるようになります。幼稚園のお友達は今日ね水戸先生やのりのり先生が伝えたように脇を締めてこうやって抱え込むキャッチになるので、ぜひこれを家でも練習してください。ボールが1個あれば家や家の外で一人でも投げたり回ったりいろんなレベルを合わせた遊びができます。ぜひいろんな遊びの中でたくさんのできたを経験して幼いうちにこのボールに親しみを覚えてください。ではまた。みんなこんにちは、今日は千鶴先生だよ、よろしくね。まずは日本地理カードを見てみよう。このカードは県の形のカードだよ。カードと一緒に地図が出てくるから、どこにその県があるのか見つけてね。じゃあ行くよ。これは滋賀県。滋賀県はここにあるよ。これは茨城県。茨城県はここにあるよ。これは島根県。島根県はここにあるよ。この3つの県には共通点があります。それは何でしょう。正解は大きな湖がある県でした。滋賀県には琵琶湖、茨城県には霞ヶ浦、島根県には宍道湖があります。それではもう一問やってみようね。これは岐阜県。岐阜県はここにあるよ。これは三重県。三重県はここにあるよ。これは奈良県。奈良県はここにあるよ。この3つの県には共通点があります。それは何でしょう。正解は音が2文字の県でした。岐阜、三重、奈良です。みんな分かったかな。面白かったね。今度は大小のカードをフラッシュするよ。しっかり見ててね。大きい手、小さい手、大きい虫、小さい虫、大きい魚、小さい魚、大きい家、小さい家、大きい花、小さい花、大きい靴、小さい靴、大きい車、小さい車、大きいカバン、小さいカバン、大きい船、小さい船、大きい犬、小さい犬。じゃあ今度はもっと速くなるよ。大きい手、小さい手、大きい虫、小さい虫、大きい魚、小さい魚、大きい家、小さい家、大きい花、小さい花、大きい靴、小さい靴、大きい車、小さい車、大きいカバン、小さいカバン、大きい船、小さい船、大きい犬、小さい犬。みんなわかったかな？では、今度は熊のつまみ付きパズルを使って大きい、小さいの勉強するよ。一番大きいクマ、2番目、そして一番小さいクマ、2番目に小さいクマ、これは真ん中だね。じゃあバラバラにするよ。いい？
よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、バラバラになりました。では、ここで質問です。2番目に大きいクマはどれでしょう？1番、2番。あ、これだね。じゃあ今度は、2番目に小さいクマはどれかな？一番小さい。あ、あった。これが2番目に小さいクマだね。じゃあもう1問だよ。最後に3番目に大きいクマは誰だろう？1番目、2番目。あった。3番目。みんなできたかな？面白かったね。今度は百人一首だよ。みんなは百人一首って聞いたことがあるかな？百人一首は昔の人たちが作った馬鹿と呼ばれるものを全部で100首集めてまとめたものなんだよ。今週はその中から4つ流すから一緒に聞いてみようね。今こんといい詩ばかりに長月の有明の月を待ち入れつるかな蘇生法師。吹くからに秋の草木のしおるれば、むべ山風を嵐というらん、ふんやの安秀。月見れば知事にものこそ悲しけれ、我が身一つの秋にはあらねど、大江の千里。この度は、ぬさもとりあえず田向け山、もみじの錦、神のまにまに、関家。このコーナーは、これでおしまいだよ。しずる先生でした。キッズのためのタレント養成所シャララキッズアカデミー。シャララ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャララキッズで検索。フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャララキッズアカデミー。はい、今日もゴーゴー元気ズの体操を覚えていきましょう。よ、はい、今日はこの部分をやります。走って転んでつまずいてへこたれても、はい、ここで回します。僕らの合言葉でキラキラで回ります。今叫ぼう。この次はワン、ツー、スリー、フォーで、ゴーゴー元気ズになります、ね。ちょっとこのね、ぐるぐる回すとことか、ね、早いので、ね、間違えないようにやってみてくださいね。それでは、ミュージック、スタート！Cool.
して転んでつまずいてへこたれても僕らの合言葉今叫ぼう今日のワクワクキッズも楽しかったかな。またお家やお外で遊んでみてね。最後はキラキラした目でバイバーイ。バイバイ。仲間図教室のご案内をさせていただきます。仲間図教室は開校19年目の教室です。地下鉄御堂筋線仲間図駅から徒歩5分のところにあります。仲間図教室のモットーは3つです。それは心と食と知です。私どもには7つのコースがあります。それは胎教、幼児、ハッピーベビー、小学生、英語、特別支援、目の学校です。定期的にイベントや子どもたちが楽しいイベント、そして保護者の勉強会などをしています。ここから育った子どもたちが共通して言ってることは、頭にスッと入った、楽しいから続けられた、そして世界に役立つ仕事をしたいです。このような素敵な未来人の育てている仲間図教室です。お問い合わせは 072-252-9501 までお願いいたします。どうぞお近くにお越しの際はお立ち寄りください。私たちスタッフが笑顔でお待ちしています。